それでは、一つ目の体の中で喧嘩する力が起きている時の姿勢について、動作についてお話しさせていただきます。普段皆さんが椅子に座られている時は、背もたれに持たれて、少し骨盤が後ろに倒れているような姿勢で座られていることが多いと思います。で、この時に体の中で喧嘩する力っていうのが起きているんですが、まず背もたれにもたれようとすることで、上半身や骨盤が後ろに倒れてこようとしています。で、それに対して背もたれで押し返してくれてるので、体が倒れずに済んでるんですが、この時に倒れようとする力と、それを支えようとする、押し返そうとする力で体の中で喧嘩が起きてしまっているので、この姿勢を続けた後、しばらくしてから体を起こして立ち上がろうとした時に、腰に痛みであったり、背中にしんどさであったりっていうことを感じることが多いと思います。なので、一見もたれて楽に座れていると思うんですが、実は体の中では力方向の喧嘩が行われているので、腰や背中には負担がかかっている状態です。じゃあ、背もたれを使わないで座った方がいいかっていうと、背もたれを使いたい時は奥まで座り直していただいて、体の倒れる力をそこまで背もたれにかけないようにして、軽く支えてもらう、後ろから少し軽く支えてもらうという形で座っていただくと、そこまで体の中では喧嘩が起きないので、腰や背中に負担が起きません。